まあ今文字出てると思うんですがこれはまあ先ほど言ったことですねあの唇頬もう力みがある状態じゃなくても吹き飛ばされるようにとで慣れていくほどにだんだんその秒数のことも気にし始めて唇がこう口笛を吹くように少しずつ閉じていくでしっかりその意識してこうだらしない状態ではなくてしっかり尖っているというのは重要ですね うんはいでまあ先ほど言いましたけども「息の排出口」としての口はい大口であれば当然単純にも時間短くしか持たないはいそれを少しずつ小口にしていくことで長時間持たせるということですよねはいはいあ、えー、間違えちゃった、えー、じゃあ336ではい 片、えー、鼻をどっちかで押さえる空いてる手は軽くグーで小指人差し,あし指あっ薬ってやつうん、うん、あれねはいよろしいですよね意味はわかりますよねはいわかりますじゃあいきますよ準備してはい、はい、3秒捨て23はいブー三バブ 中指、指、指、人差し指親指だらんはい吸いましょうはい3秒吸って23はい止めるけどプー3ブーあ人差し指親指ダランはい吸いますよはい吸って123止めるけどブー 3バブー3おへそに向かって吐き込むダラン最後はい捨て123はい止めて3バブー丸々丸々丸丸おへそに向かってダランお疲れ様でした。 はい、どうでしょう。<laughs> やってみて。なんか、その唇を尖らせてってやってみると、うん、確かに秒数が伸びて、うんうん、あと意識したので。はい、その、今までより伸びました。秒数が。うん、あのー、六秒とにかく闇雲にっていうよりも、やっぱ刻むってすごく効果的だと思いません。そうですね。あのー、例えば、その、何かプロジェクトを達成させるもそうですけども。 例えば1年かかって完成するプロジェクトでも1年って考えちゃうとすごく長いし先どうなるか分かんないっていう気持ちになりがちだけども1ヶ月ごごととにに目標をこう区切っていいくとすごくすす現実的ななるじゃないですかでそれも1ヶ月も1週間ごとで小目標みたいに立てるとすごくリアリティがあってでリアリティを感じるとやる気にもなるっていうのもありますよね。 あはい。で、自分が例えば歌を歌ってて、ロングトーン出すところ。はい。なんとか,か、なんとか、わーっていう風にこうなっちゃうと。はい。自分が出すことだけ一生懸命になっちゃって、よりその伴奏を聞かなくなるとか、周りが見えなくなるってことにもなるんですよ。ああ、はい。もう完全にリズム飛んじゃってますよね。そういう時ってね。飛んでますね。しっかり自分がーン、うん、卵のリズムに乗っている。これも。 刻んでいる。はいで、音楽歌を歌ってるって限り、必ずこのリズムで刻んでいくっていうのはとても大切なんですよ。はい、そしてやりやすくなるんだよね。あ,あ、本当に本当にそう思いました。でしょ。はい。だこういう風にして刻むって重要だな。ではリズムをしっかりこう。自分で刻むなリズムって大切だなっていう風になると、はい、あなたの歌がより音楽的にもなるってことにもなっていきますよね。はい。 じゃあですね、あのーえー、と今ちょっと表情を変えたんですがこれはさっきのやつですね、はい、ちょっと間違えてますねあここですね、えー、まず受賞の方でまとめはいまあ今までやってきたことですけれどもはいこれだけでもかなり深く吸えるようになりませんあそうそれすごく思いました <laughs> すごい効果的でしょこれ はいすごくくびっくりしましまたこれは決してね俺が見つけた画期的方法なんてことじゃなくってはいもういろんなところで言われるんですけどはいダイエットなんかでもこの呼吸法がが出てくる時がありますダイエットですか、うん、っていうのははいこの片鼻呼吸法、まあ、片鼻呼吸法っていうのは勝手に俺が名前つけてるんですけどはいこの呼吸法でホルモンバランスが良くなるんですって。はい あそうなんですかこう自律神経に働きかける、はい、しっかり据えて,て336じゃないですよこのただ片鼻で数くってことなんですけど、はい、これだけで十分その落ち着く自律神経の交感神経副交感神経ってものは整う、はい、ホルモンの分泌が良くなっていくバランス取れていく、はい、でやっぱりその食べているえっと 食べるの我慢するでも運動もしてるっていうのもいいんでしょうけど、はい、やっぱりホルモンバランスがおかしくなってしまうと健康的に痩せられないあ、はい、逆にこの,こ,のこの呼吸法だけでやっぱり呼吸っていうのも有酸素運動じゃないですかそのまんまで、はい、<laughs> <laughs> そういうふうにして自律神経どうたらこうたらでこれだけでもあの、ま、これだけでどのぐらい痩せれるかっていうんじゃなくてそのいろんな食 持つあの食べるダイエットとか運動のダイエットプラスこの呼吸法もやると効果的ですよみたいなことで書かれてるんですけどあ、はい、まあ意味があるってのは分かっていただけると思うんですよ。はい、で肩鼻の時にで鼻を詰めてしまうんじゃなくて広げる、はい、広い空間に息が流れていくのをしっかり感じましょう、はい、そしてこの「鼻く」を 広げて自分のくくまあその偏調レゾナンスとかいろいろあるんですが、まあ、言葉はどうでもいいんですけどもびくを広げることでくびく共鳴っってていいうのが豊かにな単純にこういうことを意識すると声の響きがよくなるんだっていう理解で結構だと思います、はい、次に背中を緩めるしっかり自分が伸びる ままるるこうやって筋肉をほぐすことによって自分の気持ち声そのものも伸び伸びしていくはいギューッとやってリズムも取れてます音程も取れてますでも息苦しいじゃなくてはいしっかり吸う時も伸びる吐く時歌う時も伸びるすごく気持ちがいいっていう,うになったら本当にそのリズムっていうのが はい、いわゆるグルーヴ感グルーヴ感ノリがいい感じとか,かク,ラ、はい、クラシックでもそうですよねはいあ,あ,、まあ、あんまり俺クラシックの曲知らないですけど「はい。ジョイフルジョイフルでもこう堅苦しく「ジョイフルジョイフルみたいなああいうなんかギュッとしたんじゃなくて、はい、しっかり自分は体に乗って「はい、ジョイフルジョイフル u l こうノリってわかるじゃないですかはい そういうのもあるから別にジャンルは何でも同じ、はい、音楽であれば伸び伸び伸伸びのびそしてこの呼吸法と体の使い方で自分の,そのネガティブになりやすいような思考、はい、そういうのも取り去って伸び伸びもネガティブな反対ですよねはいそして自分が落ち着くそしてリラックス そうして初めて集中っていうのが可能になっていくはいやるぞっていう感じですよねはい本番前にドキドキはしてくるのはそれは当然ですよ緊張は必要なんだからはいだらしないやる気ないじゃんじゃなくて、はい、わーあとこ分だもうドキドキが高まってくるはいでその時に自分があ逃げたいって言うのではなくてもう集中が高まっていくはい よしあと3分よしあと1分さあ本番だーっていうこういう集中力に変えていけるだけでもう全然違ってくると思いませんでもっともっとね本編の方ではこの辺に関して詳しくいろいろ説明するんですけれどもはいまあ今までの序章のでもうちょっとまとめたいんですが「はい、息を勢いよく吐く」。 勢いよくっていうふうにしても狙っちゃうとダメ、はい、やっぱり力んじゃうからそうすると。ぐって止めるこう口を塞がれたような状態で「ふーん」ってなってバブンっていうのは勢いいいんだけど「はい、吐かなきゃ吐こう」みたいにして「は」っていうのは力みですから、はい、これね「勢いよく吐く」っていう言葉は同じでも。はい はい力んでるのと伸び伸びって全然違っちゃうので、うん、全然違いますね、うん、変にこうやろう狙うそういうふうにはならないようにここ気をつけてほしいですねはいで唇が吹き飛ばされるくらいはいで唇と歯茎が離れるほど音程音が明るくなる音程が良くなるとはい